今日はキリストという言葉について皆さん非常に引っかかっていると思いますがこれは何なのかということについて説明してみたいと思います世の中にはキリスト教というのと仏教というのがございますキリストと仏教とは異なるんでしょうか同じものなんですねただ言葉が慈悲か愛かだけの違いなんですキリストというのは愛という意味なんです愛のキリスト慈悲の仏だと 意味なんですねそれを仏性とも言いますし神聖とも言っただけでキリストとの対面というのは対愛との対面という意味なんですねすなわち本質との対面内在のキリストとて内在の愛です愛がなくてはものは絶対に存在できないんですよ全て愛なんですどう形が異なろうと愛なんです愛のほかには何も 愛という心理がなくてあなたは存在できるんですか人間なんてどこにも存在してないんです。それは愛のみがあるんですね。ただ勝手に人間と思い込んでるだけなんです。愛という心理がなくて皆さんは存在できるんですか人間とは人間の形をした愛なんですよ。はじめに人間があるの、愛があるの。じめに愛があるわけ この人間という形は、対愛によって作られた対愛の住みなんです。ものは全て霊と水とのバランス。バランスなんですよ。アンバランスでは存在できない。霊、うん、というのは何かというとエネルギー。エネルギーと質量です。 その肉体は質量でできて、デイとエネルギーがやるって初めて人間という形は存在可能なんですよ。じゃあ初めに人間ありきですか大愛ありきですか何初めに神ありきってのは初めに大愛ありき。これを皆さん法律と呼んでいるわけです。じゃああなたの法律は人間なの愛なの初めに人間ありき、大愛ありき。じゃあ人間ってどこにおるの どこに大愛があなたを作って、大愛があなたの中に神はすべてにやるりたもうというのは、大愛はすべてにやるりたもうということなんです。人間とかね、個人というのはどこにも存在してないんですよ。存在してると盲信と教師に明け暮れてるだけなんですよで。見るべきものは人間なのか、見るべきものは大変なのか。大愛は本物、人間は 偽物仮想という意味なんです人間という形を見て、その本質を見てない。じゃああなたの本質は何ですか愛ですと言うべきじゃないですか我人間なり、我大愛なり。これをキリストと言うんですよ。内在のキリストって内在の愛のこと。愛とは、キリストとは何かというと、大愛と答えらす。 仏らとは何かと,と慈悲と答えてください。これを仏性とも言うし、神聖とも言うんです。違いますかじゃあ、愛との対面はキリストとの対面。内在のキリストとは内在の愛のことです。すべてにキリストは内在していませんかだから、キリストは何時の内にありと。その形のことを何と言っているかというと、サタンと言います。 形はサタン、本質はキリスト。形を退けというのはサタンよ。退けという意味なんですその人間という形に取り憑かれている人はサタンに取り憑かれているという意味なんですじゃあ皆さんは今キリストなのかサタンなのか誰に聞けば分かる自分ですよ。この実際にない形のことをサタンと言うんですよ。これは キリストと言うんですよ。サタンとキリストの戦いですよ。形は実在するもの、しないもの。なぜ実在しないかという形から本質を差し入れたら形残るの残るじゃあ人間と個人とかいうのはどこにいますの愛のみが独存していると思います、ね。様々な形をした愛だと思います。なぜじゃあ皆さんサタンなの